皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではキングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート21やっていきます。が新ワールドを攻略に向かうため、フローティングアイランド、こちらをグミシップで突き進んでいきたいと思います。さてさて、グミシップは特に新しく作ったり改造していらっしゃいません。やってみようと思ったけど、あの前のに比べてこれ作るの難しいね。すぐスタート。ハイウィンドレベル3、いつの間に？なんか、ハイについてるじゃん。なの別に、わざわざなんか悩んで作るっていうかね、作ろうとする必要もなかったじゃん。このタイに、あの火器は何かあるの？さて、まあグミシップこれをね完全制覇というよりも、とりあえずまあ新しいワールドに着く分にまあいいでしょう。タイニーシップグミシップで飛行したり、敵のノーマルショットをブロックしてくれる小さなシップだ。はーん、怒るか。そうだ、やるね。そうでもないっす。ハイウィンドレベル5、あれ4文字だっけか。コストリミットアップ、でとりあえずルートオープンで、スプラッシャーやん。いや、じゃあとりあえずこっち行きます。ポートロイヤル、あれこれ何の世界だっけ。海賊、なんていうかすごいね。おお、海、ポートロイヤル。あれパイレーツ・オブ・カリビアンか。パイレーツ・オブ・カリビアンもまともに見たことないけど。うん、行こう。や、早速宝箱。海軍の地図。は。赤犬とかいるのか。それはまた違う海軍。よいしょ。宝箱が結構ある。で、こっち。またお前か。呪いの金貨だって。そうだ。金貨に呪われた俺たちは不死の体になってしまった。不死？普通の海賊に見えるけどな。月の光を浴びると。わーお、
るほど。でもな、キーブレードを使う小僧たちと出会ったら気をつけろよ。あいつらの魔法はこの世界にはない力だ。不死のあんたたちでもどうなるかわからん。特に月の光で正体がバレてる時はな。このバルボッサが負けるとでも。やっぱり来やがったな。じゃあここは魔法系で行けばいいのか。こいつらが今話した小僧どもだ。小僧じゃないって。ソラ、ドナルド、グーフィーだ。覚えとけ。名前は墓石に覚えてもらうんだな。おっと、早速か。何人か残って小僧たちと遊んでやれ。他は金貨探しだ。行け。わ、この BGM は間違いなく。全員で戦わなくていいの？はいはい。お。ダメだ。攻撃が効かない。まあこんなもんだ。そういうことか。さあ続き続き。おい、正体がバレてるぞ。魔法に気をつけろ。どうして？ちゃんと話を聞いてるよ。ピート。ありがとう。お、魔法で戦えばいいだよね。ってことでしょ。殴れるし。いや、せっかくだから。俺に力。いつでもフォーム。やそりゃ。ああ、このスラスラ動く感じがいいね。あと。魔法をもうまるで物理攻撃のようにね、伝承できるんですよね。よっしゃー。青いっていうのもなんかちょっといいな。これで終わりだと思うのよ。青系の色好きなんだよね。ピートが来てるってことは俺たちの出番だな。うん、それにあの海賊はいかにも悪者だったよね。ああいうのがハードレスになったら面倒だぞ。乗りかかった船、もしかして海賊船に乗れるのかな。冗談なあ、あいつら町の方へ行ったよな。金貨を探すって言ってたよね。そっか、そっか。あ、とりあえず戻ってきます。まあここで戦うのが基本的に海賊なのであれば、まあブレイブフォームで攻撃したとこ、攻撃倒したところでブレイブフォームの経験者多分得られないから、まあ魔法がよく効くのであれば別に、何するのよ。水玉フォームでいいかな。じゃあ今回はドナルドに頑張ってもらう感じか。エリザベス、待て。お前たち何だ。ハードすんのかよ。BGM すごい、先手 BGM いいな。てて、ほら隠れて。こんな雑魚にこの BGM 使っていいんですかっていうぐらい。よいしょ、OK。 なんかこのモノクロームだっけ、効果音だからちょっとしょぼいな。お前か。これよいしょ。よしよしよしで、まあ海賊船のことを考えてドナルド頑張らせよう。君たちすごいな。僕も腕には自信があるけど、
あんな敵は初めてだからびっくりしちゃってね。本当にそう思ってくれる？ねえ、お友達は？そう、エリザベスを助けたいんだ。君たち力を貸してくれるかい？もちろん。俺はソラ。で、ドナルドとグーフィー。僕はウィリアム・ターナー。ウィルって呼んでくれ。それじゃあウィル、急ごう。うん、港にヤスラの船が来ているはずなんだ。オッケー。港に戻ればいいのか。届くかなあれ。おっ、いやーもうこの BGM 聴けるだけでもこの世界来た価値あるな。いい、あのね、基本的にそんなにね映画とかあんまり見ないからね。海賊もなんかちょっと一瞬的に行って、一応宝箱ないかなと思って見て回ってるんですけど、はい、これよいしょ。あ、壊れるんだ。よいしょ。はぁ、こういうところに宝箱隠れたりするんじゃないの。ほらよし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 、片っ端ぶっ壊していこう。はいはい、もう2はね、1以上にもうゆっくりやっていくんで。ういしょ、うい。あ、でももうないかな。なさそうだな。じゃあ港に戻ろう。遅かった。うわ、エリザベスをさらったのは海賊バルボッサの手下たちだ。そのバルボッサの船、ブラックパール号が出航してしまった。あの船は世界で一番速い。まあ諦めるんだな。俺なら諦めて他の女を追いかけるね。おい、それは海軍のインターセプター号だぞ。あんた何してるんだ。仕事だ。昔っから海賊の仕事はこんなもんだろ。海賊？海賊？そう、キャプテン・ジャック・スパロー。キャプテン・ジャック・スパロー、僕もその船に乗せてくれ。エリザベスを助けたいんだ。僕が君を牢屋から助け出したように。彼女にいいところ見せようってつもりなら、そんなの一人でやれよ。俺からも頼むよ。船を動かすには人手が必要だろ。すごいよね。ちょっとあのこのアニメの中なのにさ、ちょっとあのジョニー・デップ、ありがとうジャック、表現してる。キャプテン・ジャック。俺たちはソラ、ドナルド、グーフィー。僕はウィル・ターナ。ウィルってことはウィリアムか。親父さん譲りの名前か。そうだ。よし、ウィル、ちょっと船を片付けておけ。俺は情報を仕入れてくる。わかった。でも急いでくれよ。はいよ。そら、海賊の仲間になるの？まさか。ウィルってのはどんなやつだ？俺たちも知り合ったばかりなんだ。こりゃいい風が吹いてきたな。おっとは？うわ、こわった。よし、じゃあすいません、今回はグーフィーお留守番。ドナルドに手伝ってもらおう。んで、
どこに行けと、だからすごいところにあるな。絶対届かねえよあれ。で、進んじゃっていいのかな。早くエリザベスを助けに行こう。出発の準備はできたのかい。行っちゃおうか。セーブすればよかったかな。メダルはもう渡したわ。私を港に返して。目的はメダルなんでしょ。これはね、アステカの黄金で作られた呪いの金貨なんだ。882枚作られて、これはそのうちの1枚。私は呪いとか幽霊の話なんて信じませんからね。俺もそうだった。死の島でこの金貨がぎっしり詰まった宝箱を見つけるまではな。俺たちは大喜びしてその金貨を豪勢に使ったもんだ。ところがな、どれだけ金貨を使っても満足できない。そう、それこそが呪いだったんだよ。俺たちは全員呪われてしまったんだ。自らの欲に呪われ、どんなことをしても何も感じない、決して満たされない体になってしまった。それはかわいそうに。だが一つだけ呪いを解く方法がある。882枚の金貨を集めて元の宝箱に戻すのだ。そしてそこに償いの血を注げば呪いは解かれる。10年だ。金貨を求めて船という船、港という港を襲い、片っ端から略奪して回った。そうやって881枚の金貨を集めた。だが最後の1枚だけがどうしても見つからない。君がおとぎ話の海賊の本を読んでいる間に、呪われた俺たちは死よりも辛い絶望を味わってきたんだ。だが君のおかげでやっと最後の1枚を手に入れることができた。これを元の宝箱に戻し、償いの血を注げば呪いは解ける。俺は救われるんだ。償いの血って何のこと？君を返せない理由がそこにある、ミスターナ。生贄か。いや、月の光を浴びると正体を隠せなくなる。俺はもう命のあるまともな体じゃない。だから死ぬことができない。この苦しみがわかるか。幽霊の話は信じた方がいいようだな。君が乗っているのは幽霊船だからね。飲めてねえよ。どうせ味も酔いもわからないんだろ。探検できるんだ。あ、これ先輩であるんだ。よかった。次にこいつも。お、新しい武器、金もちょっとある。よし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 。ビクトリーベル、チェーンギア。買おう買おう。基本的に武器が強ければなんとかなる。いいね。配列ソード。
ケー。よし、じゃあ今回ここでセーブしてやめたいと思います。この辺で一回区切っとかないと次いつセーブできるかわかんないんで。さてさて、ではでは、エリザベスだっけ、ちゃんと助けに行かないとね。まあそれはまた次回やっていきましょう。というわけで、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート21はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれいなー。